まあでも女性の方が得すること多いんじゃないかというデータやったみたいですよ。あれ、あんまりでもそのなんか得してるっていうのがないのかな。まあだから男が作った V だよね。ああなるほどね、主観がそっちやから。いやまあこの世界は男の世界ですよ、今の世の中。結局男の世界に合わせられる女の人じゃないと平等には結局ならないもんね。なるほど。女の感性のままで勝負しようと思ったら、はいはい、多分無理だよ。だってあんな政治家も今いっぱいね、大臣とかで登用されたけど、あれ、うん、なんかみんなあれスカート履いてるだけで中身男じゃん。あメンタル的なところも含めてね。そう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 。じゃあ今のこの状態で本当に平等にするためにはどうしたらいいんだって言ったら、今までは男の人の基準に女の人を合わせることが平等だったじゃん。はい、はい、男がしてることもしていいよ女もっていう男女平等だったわけじゃん。はいはい、非常に分かります。次はもう本当に女の人が男になろうって無理をせずに男と同じ権利が与えられる世の中にならないと、うんうんうん、本当の平等じゃないじゃん、うん、すごく分かりますよ。分かるでしょ、言うてることだと思うよ。でももう申し訳ないけど私関係ない話なんだけどね。そうやね、でもいいね、私どっちでも男でも女でも勝手に生きてください。結婚の話とかなあ、なってもそうやからな。結婚なんて私何にもないんだから、私何にもご褒美なく生きてんだからあんたまあそれはでも、いや言ってることで助けられてる女性はいっぱいいると思うよ。マツコがこれを言ったことによってよう分かってくれてるって、そんななのによう分かってくれてるってん？ん？なんだバカ、何言ってたバカ、すごいなって。マツコはさすがすごいなって、うん、V1 個か。